こんんばは。マサトでです。す。の編集送りしていま分間委託。今日も常つ熱さチャンネルのニュースのトラウガーからロシア関東団、今こそこの戦争の本当の意味と日本の取るべき立場を考えてみたロシアのウクライナ侵略から10年全面侵攻から2年ですねこういうことでこのロシアがこのクルミアを併合して この、えー、違法併合ですね、えー、2014年そしてドンバスでのこの戦争部分戦争ですねそして、えー、この 2024年のこの全面、2月の24日に全面戦争ですね。今度、もうクリミア、この併合から10年目ということで、10年の戦争ですね。改めてこの認識ですね。ソ連が崩壊した時に、このウクライナが独立しましたですね。プーチンはそれを、まあ、自分のものだと思って、クリミア併合、そしてドンパスの戦争、そして今度の全面戦争ですね。10年になります。ウクライナが頑張ってほしいですね。なかなかまあ厳しい状況ですけど、クリミア、 そのソ連の崩壊時,時のその、えー、ウクライナの独立の完全な主権の回復ですね、えー、厳しいですけど多くの犠牲を払ってますけど、えー、ボグダンさんも本当に、えー、21世紀でこの戦争と言ってますけど現実ですね絶対こののプーチンのー武力による 現状変更を許せないですね。プーチンをこの西側がまた日本の立場でですね、復興支援で大額の金額してますけど、武器も本当に法律を書いて、武器、弾薬をどんどん送って、本当にロシアをウクライナから追い出すべきですね。そういう立場です。ウクライナに、え、ここれですね、ウクライナにシャロムですね、平和はですね。 この、うん、サムネ、えー、をして終わりたいと思います、えー。ロシアカウントだ。今こそこの戦争の本当の意味、えー、と日本の取るべき立場を考えたい。えー、ロシアのウクライナ、えー、侵略から10年、全面戦争、全面侵攻から2年、えー、もう3年目全面戦争から3年目に入りましたけど、ウクライナに栄光あれ、ウクライナ頑張ってほしいですね。まだまだ厳しい、えー、砲弾不足をやられてますけど、ウクライナに栄光あれ。あはい、えー、マサトでした。またこのマサトのこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよお よろししくお願い,いします、えー。また、聖書を学びたいというお友達も募集していますので、よろしくお願い,いします、えー。次回の1分間インタックでお会いいたしましょう。まさでした、シューげネス、パジャンプ、シャロム、シャロム、シャロム。